じゃあ、おはようございます。元気ですね。元気だよ。元気だ。でも、から元気っぽいですよ。いや、そんなことない。ちょっと気合い入れていこうかな。わかりました。ね。はい。まあ、プロ野球は、ちょっと、小休止ということで、はい、まあ、いろんな立て直しをな、はい、してると思うんやけど、まずセリーグから、はい、まあ、優勝はどこやと。それと、キーマンは誰になってくるんやと。まあ、パリーグも含めてね、はい、まあ、やっていこうと思うけども、まあでも言うたらこの前半振り返って、おそらく優勝どこにしました？巨人。巨人でしょ。どこ？阪神。巨人。おやっぱ予想外はヤクルトでしょ。ヤクルトは前線ですよね。いや、そりゃそうだよ。多分おそらく、ほぼ大勢の解説者がね、うん、最下位にされしてたと思うんですよ。8割方な。そのヤクルトが、ここまでこのいい理由、まず。まあやっぱピッチャーやろな。いや、打線はもちろんだよ。両外国人、オスナとサンタナ。はい、これはもう2人が入ったことでより強力になったし、もともと打てるっていうふうに言われてたり、まあね、まだ神宮球場っていう打者有利のグラウンドもありましたし、ただあの助っ人2人が入ってからは全然変わったな。あの助っ人2人もね、そんなに迫力はないじゃないですか。なんかこう、どっちか言ったら普通に立っててね、でも打率は3割近くあると。でも最後の前半最後の東京ドームの巨人戦なんか見事だったですね。打線はさ、ある程度打つっていうふうに思ってた。はい、でも意外とピッチャーが頑張ったな。でも打線で僕、まあ、付け加えるならね、塩見、あれやっぱ一番に入ってから、あの身体能力、あれも大したもんと思いますよ。大したもんだと思うよ。あと村上のやっぱ安定感。でもね、今年打率が低い割に、存量感じさせないぐらいのホームラン数、打点数がありますよね。そうそう、それにやっぱり、あの1番からやっぱり外国人入って7番までが強力ですね。強力。それと、鉄道が復調したよな。あのままダラダラ行くのかなと思ったら、バーンと上げてきたじゃない。ジャパンの1000個ぐらいからグッと来ましたね。来た来た。なんか狙ってたよ、ね、狙ってたような節があるけども。で、阪神は、なんで優勝じゃなかったの？やっぱり、僕は阪神の場合は、ポイントは、巨人戦と甲子園と思ってます。甲子園で の勝率ですね。やっぱり優勝してる時っていうのは、甲子園でやっぱものすごい強いんですよ。ほんで、巨人戦に勝ち越すんですよ。だからもう今年見てたら、前半ものすごい好調だったじゃないですか。でちょっと最後の方、甲子園でもほぼ5割になってきましたよ、ね。で巨人戦では一つ勝ち越されましたよね。だからまあ面白くなってきたことが来たんですけど、まあルーキーが3人ね、スタメンに出てるっていう日もあるぐらい、まあチームはだいぶ変わりましたよね。変わったよな。でやっぱ初めから助っ人、まあ助っ人があれで活躍したということも大きいでしょうね。みんな助っ人いいですよ。やっぱさ、佐藤のさ、加入が一番俺大きかったし、雰囲気変えたと思うんやけど、それはどう思う？いや、それはね、ルーキーで Z なんかしてたら、俺は普通できませんよ。あかんな。あかんもええもん。置いといてね。置いといて。なかなか Z はできませんよ。まあな。だけどさ、あの、三振数が多いやん。あれどう思う？別にその三振数が多いからあかんってことではないですけど、うん、もう少しこれから意識していった方がいいと思いますよ。別に三振200したからあかんとか、100やからええとかではなくて、もちろん彼の場合は、その、振っていくというふうな魅力があるんですけどね。やっぱりそのこれからああいうところがなくなってくれば、もう彼はもっと確率が上がってくるんじゃないですか。バッティングコーチだったらなんていう三振あれだけの数してて、三振はもうちょっとゾーンを上げて、あの低めのまっすぐ見逃し三振してもええかというふうに多分言うでしょ、うん、言いませんか。いや言うよな。いやあれだけ三振されるとさ、それはやっぱ魅力はホームランで、まあみんな言うよ、いや三振気にしてたらホームラン打てなくなる。いや、そんな器じゃないって。1年目やからね、まあ、あんまり今は言ってない。もちろんコーチも言ってるとは思うんですけど、まあ、彼のいい、ね、いいところを消しちゃいけないということでしょうね。あ、まあ、そんなのあるじゃないですか。後半どう思う？ 1 ヶ月の休み。これってね、みんな どうなるんかなっていうのがあります。すごい休みじゃないですか。もうリセットですよ。うん、やっぱちょっとみんなへばってきてたじゃないですか、どこのチームもね。阪神特にへばってた。うん、精神的に。でもあんなサイン盗み疑惑したりしてね、そうちょっとやっぱりみんながなんかちょっとこう下手って言ってる時に、今年はいい休みですよこれ。いや気分転換にはなるかなりね。あ、はい、で巨人はあのよくねやってると思います。 こんだけ怪我人がいて、ね、これだけあの戦力が揃わない中だって、坂本が帰ってきたって言ったら吉川も骨折で、丸はファームに行ったりね。で菅野がいないんですよ。で梶谷が骨折したり、そうそうそう、肉離れ。でこの、ね、中でやっぱり原さんのその辺の采、ね、配かなというふうなことは感じますね。
でもその今挙げた三つどもえじゃない、中日はどうも、中日はもう優勝はない、はい、もうギリ入れても A クラス。中日の場合はやっぱり名古屋ドーム来るとピッチャーはもちろんいいじゃないですか。やっぱりその得点力というんですか、というのを見たときにちょっとやっぱりきついでしょうね。きついな。きついです。でこれもまあどのチームも大体もう終盤3位狙いとかになってくるじゃないですか、だんだん。でもこれね、水のもんやからローテーションもやっぱりどうしてもこのほら対象チームに合わせてくるけど、こうはできないわけですよね。でましてこの1、2、3位もこれどうなるか分からんですよ、まだ。いや、分からない。だから、優勝はどうか分からない。分からないから、その辺もすごいその、どこかっていうのも、今日のゲームに勝ちに行かなきゃしょうがないじゃないですか。中日が失敗した点っていうのはどこら辺にあるの？じゃあ。でも、力はあるっていうふうに認めてたの？僕でも最初から。僕、中日では4位にしましたよ。あ、5位にしてたんですよ。ああ、そう。はい、いや、俺、与田監督は、なんか迷い出したよね、選手の起用を。例えば足の速い選手を率先して使う時期とかさ、はい、ネオを使った時期とかさ、もうね、やっぱ迷ってるわ、指揮官が。でもね、誰を使うか。これは僕らもね、僕もまあバッティングコーチさせてもらってましたけど、皆さん、点入んないよね、いろんなこと考えるんですよ。でもね、俺ね、ブレるなって言うけど、あれ、ブレてるんじゃなくって、点入ること考えたらそうなるんですよ。ただ、使ってる選手が1割台なんだよ。わかりますよ。分かるでしょ。1割も2割も2分もそう変わりませんよ。でもさ、足が速いからって塁に出れなかったらしょうがないじゃん。だから高松とかでしょ。そうで接戦になるのは分かってるじゃん、ピッチャーがいいから。そしたらそれは足を取っといた方が俺いいと思うんだよ。まあその考え、宇田さんの通りに足速い選手はそうだし、まあ、相手にただまあその、まあ、プレッシャーを相手にかけようというねこともあるだろうし、ただプレッシャーかかるかかかないかかるか出ないからかかんない。かからないでしょ。でもあとね、まあ、それもそうですけど、やっぱりその、まあ、外国人が一人じゃないですか。で、ガーバーか、なんかいう外国人が来ましたけど、あそこは外国人が一人もう一人必要ちゃいます。まあ、必要だな。うん、やっぱりあれが、こんなことしまう、とにかく長打がないでしょう。でもさ、始まる前にレギュラー陣、内野手特に、一番固まってたのは中日だよ。阿部、京田、ね、高橋周平、ビシエドと。で、外野も大島がいて、まあ、平田がいいだろうということでね、うん。だからセンターラインなんてピシッと決まってたんだよ。キャッチャーも木下。いいんで、これ、バッティングいいんですよ。いや、いい。でも、まあ、京田はね、今年はあんなふうにファームのこと落としたりしたから、で、阿部も高橋も低調ですよ、今年は。調子が悪かったな。ね。うん、だから、どうしてもその、まあ、ビシエド代理になってしまって、ビシエドはまあ、なかなか、まあ、ホームランもなかなか出なかった、うん。木下が一番いい、いや、そうそう。出ましたよね。だから、ビシエドが打ったら勝てる。打たなかったら負ける。そうですね。そしたら避けとけやっていうことになるよな。そうなりますね。では DeNA は DeNA は僕はもともといつも言うように力はあるんですけど、全部で共有するものがないってこと。まあ例えばさ、こういうこと言われてるじゃん。春先に両外国人が揃わなかったと、はい、主力の、はい、これが春先からいたら違ってたんじゃないかっていう話があるんだけど、だから宇田さんはそれはどう思う？それはもちろん僕違ったと思いますよ、うん、で、いない時はいないの野球せってことでしょ、うん。でもあそこっていうのはそういうチームでなんですよね。ここの、されてるよ。いやいや、ここの力でやっぱ勝ってきたチームですよ、うん。だからそれが例えばチームでね、うん、まあ、あそこは打ったら勝つって感じですよ、うん、ホームランは、うん。だからそういうふうないないときはいないなの野球をしていかなきゃいけないっていうことですよね、伊沢さん。でもね、ピッチャーもらんかったな、蓋開けてみれば。みんな怪我でしょ。みんな怪我だし、やっぱ調子も悪いという。でもまあこれ今永がね帰ってきてやっぱり それなりにやっぱり やってくれるじゃないですか。で、まあ、まあ平にしても東にしてもちょっとね怪我がちだし、意外とそのもうちょっとその、まあ、京山であったりね、坂本であったりとか若いピッチャーは結構いるんですけど、なかなかこうなかなか成長しないなですね、うん。いやほんで監督が変わったのはさ、はい、大輔だけじゃん、三浦大輔だけで新監督って言われるのセリフでね、はい、やっぱ最初慣れてなかったよな監督業に。でもね、まあ、これ今年三浦が監督になってやっぱ桑原とか生き返ってるわけじゃないですか、まあ、もちろん。だからそんなのもあったり、まあ、ショートに森っていうのもね、これがあれ良くなりますよ。良くなる。だから楽しみは楽しみですよね、まあ、楽しみ楽しみ。だからなんかこの確かにこの個々の外国人がボカーンと打ってくれて勝つんや勝つんだけど、まあ、その周りがもう少しなんか それなりに例えば相手に嫌がることとか、うん、このチームに求められてることっていうのを
理解しだせばね、あそこはオースティンがいて、外がいて、宮崎がいてね、で佐野がいて、これはやっぱりメンバー的にはいいですよ。まあいいよな。だから大輔もね、最初の頃はあのピッチャー交代だとか、もう変えろって言った時に変えなかったし、だからなんか最近はすごく監督業に慣れてきてるかなっていうような、だから後半期待はできるんだけど、俺一番のネックはね、3本のヒットでノーアウト満塁って、点入らないんだよ。お前、3本打ったら、1点か2点は取っとけって、まあ、だからね、走力がないんだよ。でもね、あの横浜スタジアムだから、もうそれより上越してしまう。いや、それは分かる分かる。気持ちは分かる。気持ちは分かるけど、はい、そうこさえやろ、確率的には。けどやっぱあのね、打線は強力。いや、強力だよ、はい。あれね、足が加わったら、最強だと思うんだよ。それはそうですよ。そうだからまあ、こうやってこれから夏場っていうのはバッターがやっぱ有利って言われてますしね、あのやっぱりオースティンの中心にやっぱあの打線っていうのはこれからグッと来る可能性が一番あると思うのはもう DeNA ですよ。あるなと思いますよ。ピッチャーも揃ってきてるじゃん、はい、じゃあ広島カープはちょっとこう世代交代の時ですかね。世代交代かな。まあそれも確かにあるよ。 とにかく僕らはね、あのコーチやらせてもらった時はとにかくカープの3連覇、強かったもん。強かったよな。まあ、そこに、まあ、黒田新井というね、ベテランにエルレッドが抜けて、で、まあ、丸が巨人に行ってというふうなところで、だからまあ今回も、まあ、最近ね、ショートには、小園が入ったりね、してますけど、で、まあ、そのキャッチャーにも、坂倉に、中村に、石原とか、若い選手もたくさんいるんですけど、今、そのなんか見極めてる時かなっていう感じはしますけどね、ダメですか。いや、俺ね、キャッチャー登録が3人スタメンだもんね。4人の時もあるよ。4人の時も。これ、おかしくないかって。だからよく、まあ、固定してね、うん、年齢も近いんですよ、みんな、うん、あれ。いや、決めないと、俺、もう中ぐらいになるよ、みんなが。だからね、まあ、打つのは坂倉じゃないですか。ああで、やっぱり守りとしたら石原を使いたいと思うんですよ。でも中村翔成は地元のスターですよ。だから、難しいですよね。誰にする？俺は坂倉だと思ってる。キャッチャー。あれだけ打てるキャッチャーってな、そうそう出てこないよ。僕は、石原と思います。いい。これね。だから、まあ、例えばさ、広島の首脳陣が俺と前でおったとしたら、はい、そこだけでも迷ってるんだもん。もう決まらないです。決まらない。まあ、どっちでもあれですけど、今までね、まあ、長いね、歴史の長いね、宇田さんね、例外は、まあ、安倍とかいますよ。左打ちのキャッチャーってあんまりいないんですよ。見てください。優勝チームのキャッチャー。まあ、昔は野村さんがいてね。森さんがいるじゃん。でも、どうですか、そんなにまあ、まあ、いますね。でも、他いますか。他伊藤さんがいてね。宇佐美。まあ、宇佐美。日本もね。だからまあ、今、大城もそうですけど、うん、キャッチャーって右打ちの僕は選手が多いなと思うんですよ。うん、あんまり左打ちのキャッチャーっていないんです。そういうチーム。まあ、大体キャッチャーや小さい頃からやるって、足が遅いとかさ。そういうことがあって。それは昔でしょ。いや、もう今は違うんですよ。いや、分かってる。分かってるけどさ。でもね、うん、俺、まあ、そのキャッチャー問題もあるけど、はい、俺ね、はっきり言わせてもらうとね、はい、やっぱ佐々木がもっと動かなあかん。動きがなさすぎる。それは選手を動かせってことですか。そうそう、うん。でね、俺が神宮で解説したときにね、エンドランをして、2、3塁になって、はい、それで2点取ったんだよ、はい。その後、ワンアウト、野間、一塁、西川、もう完全にシフトは、引っ張りのシフトなんだよ。うん、だから野間が走ったら、ショートしか入らないんだよ。西川のバットコントロールだったらショートにエンドランかけたら確実に転がせると思うんだけどさ。伊藤さんね、すごい好きな選手に対してこういうのがよくあるんですけど、西川がいつも評価してるじゃないですか。今年の打率見てください。分かってるよ。分かってるけど、分かってるけど。すごい西川をね、もうすぐ彼天才ですよ。で、リーディングヒッター候補に上げるじゃないですか。天才ですけど、彼なんかもっとチームを引っ張っていかなきゃいけないと思いますよ。もちろん。いやいや、そのエンドランの話じゃないか。もっと言うとね、エンドランってこの10年でもうね、半分以下になってるんですよ、エンドランの数が、うん、それなんでやろ。だから言うように、あんまりだバンドもそうですけど、そういうことしなくなってきているんでしょうね。なんで。いや、もう野球が大まかになってるんじゃないですか。打って返すよ。それは大まかなのか、それともそういう戦略なのか、どっちだと。いや、それはどっちでもいいんじゃないですか。どっちか分かんないですよ。だから、その監督がそういう思考になる。でも、原監督はやるからね。だから昔みたいにね、やっぱりそういうふうなことがやることが少なくなってきてるじゃないですか。それはやっぱり、
あのノーアウト1塁でもなかなか初回もバントがなくなってきたりっていう風な、そういう流れもあるんじゃないですかね。まあね、ほんで、うん、まあそうですね、だからもうちょっとね、佐々木監督がどういう野球をやるのかっていうことを、うん、やっぱ選手たちに教えてやらないと、うん、選手たちが迷ってるような、うん、どうしたらええんやって。でもね、あそこが一番ね、ランナー一塁の時に引っ張ろうとするよ、左とこが、うん、平気で流すけど、他のチームってエンドランって、いやいや、まあ、ランナー一塁いるじゃん、一、はいはい、塁間空くって言われてる、はい、その左バッターが今平気で流してるだろう、流してるでしょ、はい、レフトの方、はい、そうじゃなくて、あそこのチームだけはこう引っ張ろうとして一三塁を作ろうとするよ。それは反対なんですか。いや、いいんだよ。いいでしょ、いいんだよ。確かにね、あのマツダスタジアムっていうところはやっぱ跳ねるし、そう、人になりやすいんで、でまあ、左バッターも多いじゃないですか、林なんかも楽しみですよ。いや、だから俺はそうやって選手はやろうとしてるんだけど、はい、やっぱこうちゃんと押してやらないとさ、背中を、うん、で俺はそういう風に見てるんだよ、カープは、うん、カープはね。でカープもだからそういうようなことがしん、でもそれはね、さっきの DeNA にしても、まあ、カープにしてもね、まあ、監督1年目2年目ということで、まあ、監督の考えが、まだあんまり浸透しないっていうことを言われてるわけでしょ。浸透も何もなんかあんのかなと思っていや、うん、だから選手任せっていうのも確かにいいよ、それは君たちの野球をやりなさいって、はい、でもそれじゃあまりにもさ、長いシーズンだから戦えなくなってくるじゃない、うん、だからそういうところははっきり出してほしいなっていう。まあまあ、でも、まあ、言われてることはやっぱりあの結果出ないチームってのはそういうの移りがちじゃないですか。まあまあ確かにな、それは。 でも選手はいるだろ、あそこ。どこですか。広島、若手も出てきてるし。だからそれ、そうなん、出てきてるけど、まだそこまでの選手はいないんですよ。本物のレギュラー言うたら、まあまあ確かに、あの聖夜とあの菊池しか今いませんよ。まあね。でしょって。まあまあ、だけど、そこ、まあ小園はもうレギュラーとして。そんな、なんでレギュラーとしてか、そんなちょっと待って、1ヶ月、2ヶ月ぐらいで。そんなレギュラーってすぐ認めちゃいかんのよ。いやいや、あいつの素質だったら、はい、レギュラーとして認めていいだろ。いや、まあこれからですよ。中野は、はい、中野。中所、阪神の、なんでレギュラーで認めるんですか、こんなやってたの、1年もやってないのに、そんなもん。佐藤は、佐藤はもうレギュラーで。佐藤は物が違う。いや、物が違うな。さて、それ分かってるくせに僕に言わすんですか。分かった。そしたら、じゃあ、まあ、ヤクルトまでだな。阪神、巨人、ヤクルト。それに怖いのは DeNA ですよ、やっぱ。まあ、でも、ね、優勝するということはないじゃん。だからそれが3位争いになってくると、うん、DeNA が入ってくる可能性ありますよ。うん、でも、じゃあ、ここでは、ね、今までまあ6球団いろいろ話してきた、はい、さあ、優勝はどこへ。